はい。こんにちは。レトスノーノですえ。今回も昨日に続いて、メールマガの読者さんや YouTube の読者さんからいただいたお悩み、ご相談についてあなたと共有できたらなと思います。で今回いただいたご質問は、え手付けの話なんですねで。手付けについて3つ質問があったので、まずこの3つの質問について共有させていただきます。まず1つ目が、え手付けっていうのは必ず行わなければいけないんですか つまり、売買契約で手付けは必須でしょうかというのが1つ目の質問。で、2つ目、手付けがなかった場合、手付け放棄による契約解除はできないんでしょうかっていうのが2つ目ですね。まあ、これは宅建業法の話です。で、3つ目、こういったことは実務的によくあることなんですか、まあ、つまり、手付けがない。 売買契約。これって、えー、実務的によくありますかっていうこの3つの質問ですね、いただきましたので、まあ、これを一つ一つ、えー、回答を解説していこうと思います。まず一つ目。まあ、テキストとかでよく、まあ、売買契約締結時に、えー、手付けを交付する具体例載っていると思うんですよね。で、この手付けって必須なのかというと、これは必須ではないです。必須ではないので、手付けなしで売買契約を締結すると。 いうことも可能になります。まあ、これがもう一つ目ですね。一つ目の回答になります。で、二つ目の回答。手付けがなかった場合、手付け放棄による解除はできるのかということなんですけれども、これはできないんですね。で、できないってなってくると、じゃあ、契約解除できないのかというと、そうではないんです。ここすごく重要なんですけども、これよく問題でも出てくるんですが、 手付解除ができないのであってその他の解除はできるんですよつまりクーリング・オフによる解除だったりとかまあ違約金を払って解除するとかもしくは、まあ、売り主が債務不履行だったからその債務不履行を理由として解除するとかえ別の理由での解除ってできるんですねなのでであくまでも、 手付けを払っていなかった場合、手付け放棄による解除はできないけれども、違約金を払って解除することは可能ですよっていう話です。で、ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、まあ、例えばなんですが、売り主が業者 A だったと。で、買い主は業者じゃない B さんだったと仮定します。で、A さんは土地を B さんに売る売買契約を締結する。例えば、この土地が まあ、2,000万円だったと仮定しましょうか。で手付100万円交付しましたと言った場合 B さんは A さん売り主が履行に着手する前であればこの手付金100万円をもう放棄して、まあ、つまりもうこの手付金は A さんにそのままえもうあげるから解約させてってこれ言うことできるじゃないですか。でもしこれがなかった場合はそれができないって話ですよね。 で、それができない場合、違約金を払って解除するっていう話になるんですけども、これ違約金が比較的やっぱ高いんですよ。一応、宅建業法で認められている上限っていうのは、代金の2割。これが限度ですよね。今これ2000万円と仮定しているので、2000万円の2割って400万円なんです。つまり、 契約によるんですけどももし契約で代金の2割を違約金とするってなってくると400万円払わないといけないことになるんですねなので手付けなしで契約するっていうのは飼い主にとってはちょっと危険なんですよなのであまりやらない方がいいですこの売り主の業者がいいというのであればできるだけ少ない金額を手付けにして契約をしておく そしたら万一の際その手付けを放棄して解除できますよねなので、まあ、そのようにした方のが飼い主にとっては損害をできるだけ小さくできるリスクを小さくできるっていう意味でいいと思います間違っても手付けなしで契約するっていうのは危険ですよっていう話です、まあ、もちろん契約の内容を見て違約金例えば10万円とか20万円とか、まあ、そういった安い金額で まあそれだったら許容範囲だっていうのであればいいんですけども,もうそうじゃなかったらやっぱりそこはちゃんと確認をして、まあ、契約は締結すべきだと、まあ、いうことです。で3つ目の質問の実務的にじゃあ手付けなしの契約ってあるのかっていうと、まあ、ないことはないです実際ありますただまああんまり多くはないかなっていったイメージですねおおよそやっぱり手付金いくらか発生する場合が多いです まあそれもあまり決まってないんですよね代金の何とかって決まってなくて、まあ、その時の売り主と、まあ、買い主との競技っていうのかな話し合いで決めていく感じになりますで今回お話しした内容で重要な部分つまり宅球試験に出そうな部分っていうのかな理解してほしい部分で言うとこの手付け解除ができないからといって他のものも解除できないかって言ったらそうじゃないって話なんです ここがすごく重要です。クーリングオフによる解除だったりとか、薬金払って解除するとか、債務不履行による解除とか、いろんな原因によって解除することって可能なんですね。まあもちろん要件を満たす必要があります。クーリングオフの要件を満たしていないといけないとか、債務不履行だったら売り主が債務不履行に落ちてないといけないとか、そういった要件はあるんですけども、そういった要件を満たしていれば解除はできるので、まあその点は頭に入れておきましょう。 そして、弊社レトスは個別指導を行っております。理解をしながら、具体例を入れながら、わかりやすく解説することによって、一回であなたを合格に導く。これをモットーに指導をしております。計画表の作成も私が行い、また勉強できているかどうかの進捗確認。これも週に一回行います。自分自身で計画を立てるのが苦手、計画管理をするのが苦手、計画立てても計画倒れになってしまう。でも、弊社個別指導を受講していただくことで、 管理は私が行うので勉強を続けることができました結果的に合格できましたそういった方毎年いらっしゃいますもしあなたが自分自身で計画管理難しいまた理解学習をやっていくのも難しいというのであればぜひ個別指導をご検討くださいまだ今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです個別指導はこの動画の下の説明欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいあなたの事項をお待ちしております 卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう